こんにちは、加藤美和です。3月12日土曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。今日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は10度の予想です。さて、豊島公会堂が2月いっぱいで63年間の歴史に終止符を打ち閉館となりましたが、特別に明日まで一般公開されます。今まで見られなかった場所も見られるという非常に貴重な機会ですよ。皆さんぜひ行ってみてくださいね。それでは本日の番組内容です。今年で10回目を迎え、昨日から豊島センタースクエアで開催されている社会貢献活動 CSR 企業47組が一堂に会する社会貢献活動見本市についてご紹介します。それでは早速現在の豊島センタースクエアの様子を見てみましょう。現在第10回社会貢献活動見本市のオープニングセレモニーが行われています。その節は皆様ご指導ご鞭撻のほどよろしく申し上げます。はい、それでは、その60歳を迎えます当団体の代表柳田義文が、たくさんの方がいらっしゃってますね。胸もいっぱいまもなく柳田さんのお話があるそうです。申し上げたいと思います。先ほどは東京音楽大学アクトプロジェクトの皆さんによる演奏が行われていました。今回番組のゲストは豊島 NPO 推進協議会代表理事を務める柳田義文さんです。昨日も素晴らしい、ね、それではオープニングセレモニーでの柳田さんのご挨拶をお聞きください。たくさんの方に冷たい雨の中ご参加いただきました。今日もこれだけの47団体の方、もう最初に入っている方で既に200人を超えております。もう素晴らしいぎゅうぎゅうのですね、すち詰め状態でございますけれども、これからしっかりとですね、皆さんのネットワークを築くためにも、この見本市、第10回記念見本市を成功に導きたいと思います。では、これから見本市10回記念スタートでございます。本日はよろしくお願いいたします。柳田さんにはこの後スタジオでじっくりお話を伺いたいと思います。それではここで昨日豊島センタースクエアで行われた社会貢献活動見本市プレイベントの模様をダイジェストでご覧ください。5年そしてこれから、3月11日東日本大震災発生から5年となったこの日、社会貢献活動見本市プレイベントとして東日本大震災復興支援団体の活動が紹介された。豊島区から届ける震災復興支援への思い、このポット作りを我々も畑を耕すとともに、我々やってるのは本当に小さな活動なんですけども、これを継続することがですね、復興支援の道になればということで、これからも続けて取り組みたいなと思っております。私たちダンスキッズは被災地に何とか声を届けたい、少しでも笑顔になってもらえたらという気持ちで1年また1年と続けてきました。石巻のお話の中で、講師をいつも呼んでいるんですが、星がきれいねという言葉、皆さんどういうふうに受け取られますかという話がありました。当日はもう辺りが真っ暗でとても星がよく見えたそうです。でも、避難をしている中学生の女の子は、お父さんのことが心配でお母さんにも会えなくて、とても心細い中でその星空を見たんですね。なので星が綺麗っていう言葉を聞くと、もうとても辛い気持ちになりそうです。でも石巻にはぜひ来てほしいんです。それをちょっと今日伝えたいなと思って、お話ししました。いろんなものを支援を受けるんだ。おいしいもの、有名なお肉、お米、生活困らない。僕これに対してありがとうって感謝の気持ちを表してからでないと、俺たちこの厳しさから立ち上がれないだろう。どうしたらいいんだろう。みんなでミュージカルやろう。10人か20人来たってひどくない。
100人集まってくれ、これをただ上映会して見せるんじゃなくて、これを見て震災って何かということを我々もっと大事にするために、風化させないために活動を今させていただいています。そして発生時刻の午後2時46分、黙祷。あの日から5年、まだ震災復興は終わっていない。はい、それでは早速ゲストをご紹介します。豊島 NPO 推進協議会代表理事を務める柳田義文さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、今日はお疲れ様です。お忙しい中、ね、ありがとうございます。昨日も今日もですか、はい、よろしくお願いします。そうですよね、よろしくお願いします。はい、いよいよ第10回社会貢献活動見本市が始まったんですけれども、はい、昨日はプレイベントだったんですよね、こちらですね。はい、はい、おかげさまでたくさんの冷たい雨の中ですね来ていただきまして、はい、プレイベントのまず午前中が、午後からですね、はい、一番最初に、あの日から5年、東日本、大震災の復興支援活動の、うん、記録ということで、はい、皆さんと一緒にですね歌やそういったことをそれから活動の報告をしながら、その後2時46分からですね、はい、その時刻からは皆さんで黙祷を捧げ、黙祷ですね、最後には、アルマさんたちの歌があって、先ほども出てましたけれども、はい、皆さん相当、まあ、私も映像を見ただけで昨日のあれで思いでまたじんと胸が熱くなりますけども、うん、はい、涙を流されている方もたくさんおられまして、本当にいい、はい、復興支援になったかなと言いますか、うん、黙祷の時間になったかなと思います。はい、次に実は夜6時からですね、はい、3人のイケメンの社長様方から、はいはい、燃えてますねそう聞いた瞬間にお、はい、CSR のですね、はい、ということで、マテックスの松本社長さん、養老滝の山田社長さん、はい、それから日本自動ドアの吉原社長さん、はい、コーディネーターで重松さんということで、この方々4人の方々で CSR について、本物 CSR って何だろうという方ですね、はい、これからの豊島区にインパクトを与える企業ということで、まあ、シンポジウムをやっていただきました。その後に昨日はもうてんこ盛りなんですよ。はい、高野区長さんもお見えになりましてですね、はい、養老の滝様と、社会貢献活動に関するですね協定というので、これは全国初じゃないかなというふうに、うん、行政側とその民間の、企業がですね、はい、こういった形の中で社会貢献活動の推進に関する協定、調印というのは初めてかなという感じがいたします。で最後はですね、豊島情熱基金、はい、まあ、総額40万円の、基金のですね、皆さんで頑張って、資金を獲得しようということで、ファイナリストプレゼンテーションということで、はい、5団体の方々に出ていただきまして、その後審査を行いまして、はい、今日表彰させていただく、今日なんですね、はい、楽しみですね。そうなんです、懇親会夕方からです、はい、その時に表彰させていただきまして、うん、一番最初に表彰させていただきまして、はい、一等賞はなんと20万円と、はい、おーすごいですね。はい、その今回の社会貢献活動見本市に出展されている皆さん、団体の思いとは何でしょうかね。はい、そうですね、はい、やはり一番は何といってもつながりたい、それから我々もつながっていただくこと、うん、横のネットワーク、どうしても NPO とか社会貢献活動やってる方々、はい、ご自分のミッションにどうしても一生懸命になってなりがちでですね、うん、こう少し、近視が的になってしまう、そんなところをですね、はい、逆に言えば横のネットワークを開けて、行政やそれから周りの同じ
じような、NPO の活動をやっている方々、それから全く別の NPO の方々やっている方々とですね、横でネットワークとつながろうというのが最大の趣旨でございますので、今ちょうどやってますね、はいはい、たくさんの方がいらっしゃってますよ ね、 そうですね、もう一番最初にですね、もう200人超えという形でですね、うん、200人超えすごいですね、はいはい、もう今ちょっとすし詰め状態になっているかと思いますけども、はいはい、ちょっと満員電車並みに先ほどこう団体の方々のいろいろ見させていただいたんですけど、はいはい、皆さん個性があってとても素敵な作品ばかりでしたよね。そうですね、一番我々 の、 この、まあ、実は優秀賞とかですね、はい、30企業さん団体とかですね、集まっていただきまして協賛でですね、うん、展示が素晴らしい団体にはこれもまた資金提供で3万円というのがありましてですね、皆さんやっぱりその辺には必死になってやってるわけですね。もう47だったら今必死になってやってますね。ちょうど今皆さんね、あそこはどこなんだろうな、はい、自動ドアさんかな、はい、たくさんあるんですけれども、全部で何団体でしたっけ、はい、合計47ですね、今回は、はい、はいはい、企業さん方も CSR 企業さんも先ほどご紹介したマテックスさんだとか、うん、自動ドアさんなんかも含めてですね、はい、そういった方々も含めてなんですけれども、たくさんの方々がご出展されてます、はい、やはり皆さん今日こう意気込んでるんじゃないですかね、たくさんの方に見ていただけるの で、 で、ね、気合入ってると思いますよ、ね、シーノミスポーツ、シーノミスポーツクラブさん、これはもう毎回優秀賞を狙ったりとか、ね、準優勝なら優秀をですね、はい、結構いつも獲得しているチームでございますね、はい、はい、隣なんか寄れるんですかね、どうですかね、あ、隣はね、豊島区の居住支援協議会さん、はい、今空き家問題大変ですから、はい、それに 対して何らかの形で豊島区に手を打っていこうというための、はい、豊島居住支援協議会さん の、 ブースですね、なんかセミナーを開催しましたとか書いてありますね、あ、そうですね、はいはいはい、私も参加してますけど、あ、はい、そのあたり次のあたりどうですか、はい、なんか少しいろいろ寄って、ね、なんか映していただけると少しご紹介できるかと思います、はい、こちらはこれはどちらなんでしょうね、ちょっと寄ってみますか、ね、ちょっと寄れますかね、左側がユネスコ協会さん、はい、でそれから右側、これがムジカフォンテさんですね、うん、はい、昨日 の、 あれにも出てましたね、ファイナルプレゼンテーションにも出てました、はい、とてもカラフルですね、そうですね、はい、舞台演出されてると思います、はい、蝶の道というやつはですね、やりますので今回、そしてミャンマー、ミャンマーさんですね、はい、ミャンマー の、 支援とですね、こちらの方から日本からミャンマーの支援を続けるという団体の方々ですね、 NPO 法人ですね、はい、はい、そのあたりから次どうなんだろうな、そして先ほどの隣のは説明していただきますね、そうですね、居住支援協会さんです、はい、この右、ミャンマーの右ですかね、先ほどアルパカの団体があったと思うんですけど、アルパカさん、はい、はい、那須にあるアルパカ牧場さんなんですね、はい、うちの方の豊島 NPO とはそこです、あ、ちょうど、そこですね、はい、アルパカ牧場さん、はい、ちょうどいろいろと社長さんがですね、なかなかユニークな方でして、うん、はい、先ほど見させていただいたら、ハッピーウェディングってこう左の下のちょっと今、あ、そうですか、あ、男性の方がいらっしゃるんですけれども、アルパカさんが出るんですよ、そう、アルパカがあって、アルパカさんって変ですけど、アルパカさん、そうなんです、アルパカが出る、なんか珍しいですよ、ね、アルパカが結婚式に出られるっていうことは、そうなんです、大変面白い、まあ、可愛らしいですもんね、はい、アルパカ今人気ですからね、はい、はい、そしてこのあと11時30分から特設会場ではシンポジウムも開催されるんですね、はいはい、そうなんですね、私がちょっとコーディネーターさせていただきますけども、はい、うん、昨年大変話題になりました F1 会議というのがありましてですね、でそれをですね、ちょっと女性の方々、女性のパワーを豊島区にということでですね、で豊島区を活性化していこうということの中で、うん、まあ、消滅可能性都市ということで豊島区がですね、大変問題になりまして、はい、その後、あ、会場こちらですので、そうですね、はい、会場内のブースの中にありますので、はい、ぜひ来ていただいて、11時半からですね、11時半ですね、はい、4名の方々、 F1 会議の代表の方々、6チームの方々、4名の方々出ていただきまして、40分ばっかりですね、やらせていただきますので、ぜひ、はい、ご来場いただければと思ってます、はい、具体的にこの4名の方っていうのはどのような方々ですか、はい、F1 会議の代表的な方々でございましてですね、はい、山田さん、それから清水さん、それから四つ本さんは、はい、渡辺さんという4名の方々ご来場ご参加されますので、うん、各チームを代表するというような形がでですね、やはりこう、ご参加、はい、見どころって何ですかね、まずは何といっても F1 会議で決まった内容、ちょっとまだ皆さんもよくわからない方もいらっしゃると思うんで、はい、どんなことが決まってどんな風に今進んでますか、うん、F1 会議の、これからみたいな、はい、決まったこと、それから
できたこと結果その成果を踏まえたの F1 会議のこれからみたいな、消滅可能性投資から持続可能性投資へというところで豊島の着目点をちょっと焦点フォーカス当ててみようというのが今私考えているところです、はい、じゃあ今後のビジョンとかも聞けるということですね。そこ大事だと思います、やはりこのままで終わらせてしまうってはいけない、ね、次の展開は何なんだ、その次の一手は何だというところをですね、今回のところでフォーカスを当てさせていただいて、はい、ちょっとまあギュッと、はい、こっちにいらっしゃいと、みんなも聞いてみてっていう方で、はい、11時半からですね、はい、お友達集めてみんなこの指止まれてですね頑張れっていうようなことでね、はい、はい、盛り上げていきたいと、はい、はい、今期豊島区が掲げる施策の柱にもなっている女性に優しい街づくりなんですけれども、はいはいね、はい、このシンポジウムで実現に向けたさまざまな意見が、ね、はい、聞けるんじゃないですかね。そうですね、この方々がいろんな提案されてますので、その提案をさ、今先ほども申し上げましたようにこれからどうするの、はい、これから我々はどうするの、 F1 会議の F はフューチャーですから、フューチャー、はい、フューチャー、結局未来に向かって我々はどうしていくんだって、はい、消滅可能性投資から持続可能性投資って先ほど言いましたけども、うん、はい、その部分の引き出し方ですよね、うん、我々も黙って見てるんじゃなくてやってんなじゃないんですよね、うん、何かできることがあればということですよね。復興支援と同じです、見てるだけではなくて我々はそれに何ができるんだろう、うん、他人事ではなくて自分事にしていくことがこの力が豊島区を変えていく力になる、うん、やはり一人一人が考えなければいけない、そういうことだと思います ね、 ですよね、はいはい、そのための機会を今回のこのチャンスで与えていただければと思います、はいはい、そしてこちらなんですが、はい、14時15分から、はい、ゲストに元参議院議員で、はい、1964年東京オリンピック体操女子団体、はい、銅メダリストの小野清子さんをゲストに特別講演が開催されるんですが、はい、こちらはどのような内容になっているんでしょうか。はい、もうご存知の通り、あと、まあ、これからリオオリンピックありますけど、その4年後には東京オリンピックです。そうですね、楽しみですよ ね、 ね、東京って言われてですね、はい、決まってからですね、はい、もうだいぶ経ったんですけども、その後いろんなことありましたけれども、はい、さてこれから東京で開かれるにあたって、たまたま豊島区にはいろんな競技場とかそういったことでの誘致はなかったですけれども、はい、それを頑張ってこれからも我々は応援していこうと、それから我々自身が世界にグローバルな都市であるということ、はい、国際アートカルチャー都市というようなことを言っておりますので、その中でオリンピックに対してどうやっていくかというようなところでですね、元オリンピックの金メダリスト、あ、ごめんなさい、メダリストということでですね、はい、この参議院議員の、元国家公安委員長でもあった小野清子先生を特別ゲストでお呼びしてますので、その分で2020年に向けてですね、どんなことを我々していったらいいのかな、また日本は今どういうふうに中心部では、スポーツの中心部ではどういうふうにその東京オリンピックパラリンピックに目指しているのかというようなところをお話しいただきまして、熱く語っていただきたいな、まあ、お元気ですかね、本当に、はい、もう私も何度かお会いしてるんですけど、すごい素敵な方です。皆さんそれこそ女性のパワーです、はい、そうですよね、お忙しい中来ていただけるんですもんね、はい、今日女性中心ですね。そうですね、女性の方ばかりですね、はい、そして夕方からは交流会ですかね、はい、が開かれるんですよね。そうなんです、5時半からですかね、ごめんなさい、はい、5時半からですけれども、はい、交流懇親会ということで、またこれもたくさんいた集まっていただけるかと思うんですけれども、はい、基本的には、まあ、養老の滝さんからの と一緒にファンドレイジングいたしました豊島情熱基金、はい、これ の、 表彰式から始まりまして、その後今回のこの出展のですね、はい、表彰というようなことがありまして、その後また、豊島区の区民活動センターの名称変更の発表というようなことでですね、はい、大変いろいろとこれもまた盛りだくさん、盛りだくさんですね。そうなんですね、はい、言ってるとキリがないほどてんこ盛りの状態でして、今回10周年ということなんですが、はい、この10年の成果についてどうお考えですか。ありがとうございます。おかげさまで本当に私どもだけではなくて皆様方のおかげがあって、10年一昔と言いますけれども、やっとここまで来たなと、うん、で10年を振り返って、頑張ってきたということよりも、むしろこれから先10年、うんうん、僕たちどうするの、はい、我々豊島区民が社会貢献活動をさせて、これからもっともっと NPO やですね、うん、CSR の企業様方と一緒に、まあ、チャレンジしていこうということで頑張っていきたいと思っているので、はい、そちらの方が先かなというふうに思います。この先のビジョンとかありますかね。はい、当然のことながら、これからもっともっとネットワークを飛躍しながらですね、はい、CSR や社会貢献活動、それから市民中心の活力あふれる市民活動の街と、それが豊島だというところでですね、はい、盛り上げていきたいなというふうに私は思っております、はい、私がその人盛り上げの中心役になるわけじゃないですけれども、はい、皆さんと一緒にですね、協力しながら手を携えて頑張っていければというふうに思っております、はい、今後も期待しております、はい、ありがとうございます、はい、そしてなんと柳田さんはこれから11時30分、はい、シンポジウムのコーディネーターを務めるということで、はい、番組が終わってからすぐに行かなければいけないんですよね、はい、今も飛んできましたけれども、はい、また飛んでトンボ狩りで行ってまいります、はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。またどう
どうぞよろしくお願いします。はい、本日は豊島 NPO 推進協議会代表理事を務める柳田義文さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、ご来場お待ちしております。はい、それでは次回の番組内容です。明日の生放送も社会貢献活動見本市の一環として豊島センタースクエアで開催される豊島区区民活動センター10周年フェスティバルについてご紹介します。それでは皆さん、さようなら。というか行ってきます。さようなら。さようなら。